さてまあ新譜が発売になりまして、うん、これからいろいろコンサートも回るんですが、うん、やっぱりこの新しい曲たちをお届けしていきたいなと思ってはいるのですが、うん、どれを一番生で聴いてほしいですか？それはもうやっぱりハイウエストなんじゃないですか？やっぱりそうなんだよ。みんなが言いたいの撮っちゃって、いや本当にそうですね。あとはね、そうやっぱりね、やっぱり 生で聴いてもらうっていうのは、うん、何が起こるかわからないハラハラドキドキ感と、うん、まあやっぱうちらがね、どんだけこう興奮して弾いてるかっていうのが一番伝わりやすいのは確かにハイウェイスターかなと思うんだが、私はな、ライオンハートとか人前で弾いたことないじゃない、うんうん、これを皆さんが聞いた時の反応っていうのがすっごい楽しみ、ね、でコンサートではなんかそういうのも見ていきたいなと思ってるし、うん、何がお客さん一番喜んでくれるのかなとか、そうね、そう、うん、やっぱりコンサートって考えるのは、うん、順番とか順番も大事すごいね、うん、うちらも一回ね、みのり先輩に怒られたことがあるんですよ。こんなプログラムでは私は体を壊してしまうって怒られたってそれこそあれだよね、この改訂版になる前のスター版とかを弾いたね。その時にこれでは大変でした、体がでもそれ聞いた時に、あ、すごい自己満なプログラムだったなって思ったの。お客さんもしんどかったってうちの母が言っておったので、そうね、もう耳がやっぱりね、なんか浴びるだけ浴びせられて、そうそうそう、ついてくる力気できなかったわ、ね、みたいなことを。だからこそのライオンハートだよね。そういうことですよ。そうなんですよ。なんかそういうのをちゃんとこう考えていかないとなっていうのをここ何年で結構思っているので、うん、大人になったそういうこと、走るだけじゃないよ、弾くだけじゃないよっていう、うんうん、こういかにエンターテイメントとしてお届けできるかっていうのを考えていかなきゃなっていうのも思ってるので、うん、今後のコンサートではちょっとそういうとこも考えながら、でもちろんこの新譜もだし、うん、やっぱりうちらビートルズも外せないので、うん、これまでのビートルズ外せないよっていうとこもやっていきたいし、という感じで組んでいければなと思っているのです。で、あの毎年やらせてもらってる木月みなみちゃんの歌姫さんと一緒にやるようなコンサートもあったりとか、やっぱりあれはあれで自分たちのレパートリーじゃないものをやるとすごく勉強になるし、うん、すごい楽しいんだよね、歌があるっていうことで、うん、歌っていうのがどんなに大事かっていうのを知って、また歌なしの自分たちに戻るときに、やっぱメロディーの弾き方とかが全然変わってくるので、うん、またその木月ちゃんのコンサートを経て自分たちのコンサートに戻った時のうちらの変化とかっていうのも、多分レコーディングとは違う弾き方になったりとかもするし、うん、まあ、そんなとこも聞いてもらえたらなと思うし、うん、意気込みはありますか？意気込み、なんだ、コンサートの意気込み、はい、か、でもやっぱり私はもうとりあえず新譜の曲をね、全部これをいかにさ生でお届けできるかっていう、ね、自分たちも分からない不安材料もないわけじゃない、どうなっちゃうんだろうっていう気持ちなのでね、やったことないのもやっぱり丸ごとやるコンサートもね、ないないない、うん、なかなかハードですよ。ハードだと思います。ハードだし、でもちょっと国崎さんと話してたんだけど、うん、この曲順でまとめてわーって聞いた時にね、うん、こういうコンサートもありだねって言ったのよ、うん、なんか、はい、もうコンサートを聴くかのような曲順だよねとかっていう話をしたのを覚えてるんだけど、うん、やってみる、うんうん、やってみる、なかなかハードだよ。いや、ちゃんと休憩入れてるちゃんと休憩入れてるのだよお客さんも消化できないから、そうなの、お客さんに浴びせるだけじゃダメなの、一緒に共有して、ね、ちゃんと咀嚼して進んでいかなきゃいけない、受け止める時間をっていうことを学んだので、はい、じゃあちょっとそれも候補ですよ、うん、あくまで候補の一つとして13曲を映画のように聴いてもらうコンサート、うん、あ、でもいいね、楽しそうだね、うん、その間にこういうちょっとバカ話をすればいいんでしょ、うん、休憩兼ねて頑張ってね、悪意という名の街ね、そこよね一番ドキドキするのは、ドキドキします。でもこれは本当生で弾きたい、ね、弾いてみたいですね、どうなるのか本当弾いてみたいので、これは乞うご期待です。我々もまだ全然わからない、もしかしたら諦めるかもしれない、本当にね、1回ぐらいしかね、もしかしたら聞けないかもしれない1回やってもう挫折するかもしれないけど、そうそうそう、ちょっ
そう、楽しみに。最初のコンサート絶対来た方がいいですね。そうです。最初はやるって言うの。やるんですね。絶対やりましょう。やりましょう、はい。チャレンジしましょう。はい、頑張ってみたいと。乗り越えないと。じゃあ頑張って、そんなとこもあるので、いろんなね、コンサート企画してるので、来ていただければと思います。会場でお会いしましょう。